神戸税関は日本の税関。兵庫県神戸市中央区の振興地区に主たる事務所を置く。兵庫県と中国地方、四国地方を管轄する。開かれた税関を目標に掲げ、本館の中庭及び庁舎内の一部を公開している。二代目庁舎は大倉省営前課により設計され1927年に竣工した。 帝国の大元看板たる税関として、決して恥ずかしからぬ、近代式大庁舎と称された日本最大の税関庁舎で、神戸港新興地区のランドマークになっていたが、阪神、淡路大震災で被災し半壊。現在の三代目庁舎は1998年に改築された最新鋭のインテリジェントビルである。保全された旧館とで構成され、 旧館を船体に見立てるとその胸の上に現れた新館の構想部が船のブリッジにも見える。改築工事では旧本石庁舎に連結する旧別館を取り壊し中心に新館を建設した後旧別館の外壁を再構築。それにより旧本石庁舎の加工岩張りの時計等を含めた外観と内部ホール等はほぼ完全な形で保全された。 この景観を残した点が高く評価され、公共建築賞や地ア環境建築賞など、数多くの賞を受けている。外観は、東京桜田門にあった、警視庁の旧庁舎によく似ており、ドラマや映画の撮影にしばしば用いられる。今、赤月風中に、神戸税関前哨1922年1月21日付、大阪朝日新聞神戸税関庁舎の知られざる、 受賞等の数々神戸税関庁舎ドラマで活躍神戸税関本籍に関するカテゴリー。ありがとうございます。